グレートウェスタン鉄道4300型蒸気機関車は、イギリスのグレートウェスタン鉄道が製造した、汎用テンダー式蒸気機関車の位置形式である。軸配置は、モーガルである。GWR の機関車総監督であったジョージ・チャーチボードによって1911年に設計された、既存のナンバー4型ボイラーを活用して設計された、汎用機であり、 設計面では先行する2800型の影響が色濃い。全車が GWR スウィンドン工場で製造された。最初の20両が1911年に製造され、GWR がほとんどの線区の軌道に良好に適合し、かつ、線区の価客運用から本線での急行列車牽引まで多目的での使用に適することが確認された。このため、1913年より、 本格的な量産が開始され、4300.4321から4399.5300から5399.6300から6399.7300から7321の合計302両が1925年までに製造され、さらに1932年になって9300から9319の20両が、 運転台側面へのガラス窓設置など、若干の改良を加えた上で、追加製造され、計342両が出揃っている。入線線区を選ばない、文字通りの汎用化却機として徴用された。ただし、仙台車のフランジ弁摩耗が多発したため、これを解消すべく65両について、全面単張りを中高性の重いものに交換して、摩耗の軽減を図ったほか、 1928年以降1958年までの長期間にわたり、合計163両について、新型シリンダーブロックへの交換を実施している。また、戦後1947年から1949年にかけては、6 3 2 5号機で、重油1000年の試験が実施されている。なお、本形式については一部で改版が実施されており、 最終製造グループである9300から9319が1956年から1959年にかけて橋張りを軽量型に交換した際に7322から7341と改版されたほか、戦術の橋張りを交換したグループについても一時車番のカフタケタをそのままに8300番台に改版していたが、 こちらについても1944年から1948年にかけて実施された橋張りの復元時に元の車番に戻されている。廃車は1936年から1939年の間にまず100両について実施されたが、これらについては動輪や弁装置などが心臓のグレインジ型とマナー型に重用された。残る242両については、 その後戦争を挟んで国有化後まで使用され、1964年に最後の一両が廃車となっている。本形式については5000、また、ラージュプレイリー型5193号機を改造し、9351号機として、本形式相当の仕様としたものが現存している。ありがとうございます。